こんにちは、岩田書店の岩田まです。毎週火曜日更新の岩ラジオは、北海道で自前選手をやっている岩田書店の中の人である岩田まがただ喋るラジオ番組となっております。お食事の支度中、移動の車の中、作業中のながら聞きのお供にどうぞお楽しみください。早いもので10月も真ん中を過ぎました。恐ろしいですね。時の経つのが早すぎて、もう冬来ちゃう冬来ちゃうよと叫びながらね。まあでも、あの1万円選手の2022年度版の、受付が無事に終了し、今ちょっとそのデータをね、いろいろチェックする作業をスタッフさんがやっております。いやー、まあ今年も見た感じね、去年と同じぐらいかな、3700ぐらいかなと思うんですけど、意外に募集がありました。意外に応募がありましたんですね、なんか最初のこうスタートダッシュを見てて、いや今年はだんだんもう減ってきたよねなんて思ってたんですけど、最後の方にちょっと今回ツイッタースペースをね、前の日とその締め切り日ぐらいかな、なんか何回かやったんですよ、あの人のいない時間帯になぜこの時間帯みたいな時間帯にね、何回かちょっとこうダラダラ喋りながら、今日の何時が6時が締め切りですよみたいなのをね、随時挟みながら関係ない話をずっとしていくっていうね、スペースをちょっとだけやったって、最後ちょっとそれで伸びたのか全く分かんないんですけど多分皆さんがいろいろたくさんリツイートとかしてくれたおかげだと思うんですけど、ちょっとね最後追い上げて、まあ去年並みぐらいに、平均例年並みとかっていう感じで終わることができました。ありがとうございます。なのでね、一応予定通りにまた毎月抽選してお送りするっていうパターンでやっていこうかなと思っております。現在鋭意準備中、今月のもう末からね、新しい中から抽選した方にご連絡をしていくという流れになっておりますのが1万円選手です。久しぶりに大掃除的なことをしましたね。私は本当は本をね、自分の本棚をちょっともうちょっとやりたかったんだけど、子供たちのおもちゃとかそっちの方に手をつけましてね、まあそれでもだいぶ袋で何個ぐらいだろう、結構ゴミを出せて、本当ねすごいすっきりしました。またちょっと自分の方は全然手つかずと言ってもいいほどなんですが、まあまあそこはご容赦ということで、あとね、そうそう、ゴミを捨てに行って、砂川市にあるんですよ、その周りのね、何市町村か分のゴミを集約しているグリーンプラザくるくるってとこがあって、市民だったら持ち込み搬入ができるわけで、持ってって10キロいくらみたいな、確かね、やつで捨てれるんですよね。いつもこうバッグでね、燃えるゴミ持ってくとバックでちょっと下がってって、でその先が断崖絶壁見たくなってるみたいなって言えばだからそこの穴にゴミを放るわけよね、そういうポイ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 投げるわけで、ゴミを投げるって北海道人は言いますからね。でその時は本当にゴミを投げてますから、ポイポイポイってで、そこをバックするのがいつも怖いなって思いながら、でなんかちょっと前にそこに車ごと飛んなんかダイブしちゃったっていう事故をね、聞いたので、すごく慎重にできましたドキドキすると思いながらね、まあでもゴミ捨てて、そしたら突然子供がこのそばに松浦武四郎ってね、北海道のなんか歴史上の方ですよね、冒険家って言えばいいのかな、その地図っていうのはあちこち巡った男ですよその人がの石碑、松浦武四郎なんとかの地みたいなね、それもうね北海道中にあるんだけど、それがねあるっていうわけ、と思って、でなんかそれを学校の授業で教わったからって言って、ちょっとGoogle先生ね、すぐ調べたら出るわけ、でちょっと走ったらさ本当にあったの、初めて見たって言って、ちょっとオフロードだった、オフロードの先に急に綺麗にね整備されてるとこがあって、こう階段とかあってさ、で登ってったらそこになんかそういう石碑があって、いやー長いこと砂川に住んでますけど知らないこといっぱいありますねというね、子供に教えられるという、松浦武四郎は結構あちこちに多分いろんなものがあるよっていうね。いやーでもすごいよね、ちょっと歩いただけでも疲れるのにさ
昔の人とね、あの比べるの本当なんなんですけども、なんかだからあのなんだっけ、仁だっけ、仁だよね、あのお医者さんがさ、江戸時代かなんかにこうタイムスリップしてしまって、そこで医療をあれしてみたいなあったじゃない。あれのドラマを見ても、彼はまあ一応そういう主義ね、外科医で、まあ主義がね、あ、脳外科医だっけ、なんかそういうねあったっていうのがまあ特技としてねあるけども、本当にそのね、そんなことになったらば私はもう生きてはいかれないぞって本当に思う。何にもできないよと思ってね、すごい役に立たない、役に立たないな、そういうね、悲しい妄想をしながら、いやそろそろ外でなんかするのも限界かなとは思ってんですけどね、寒くなってきましたよ本当に。もう10度以下の時とかあるし、朝息が白いなんてこともザラにあるので、いよいよね冬に向かってきましたね、しんどい。ああそうだ、私今週あれなんですよね、4回目のワクチン、コロナワクチンの予約を入れてるので、またそれの準備もしなきゃなっていう、ちゃんとあの金曜日の午後に打って、土曜日は1日寝るっていう設定して、で土曜日の晩ご飯もきちんと、池内さんにまだ頼んでないんですけど、ご飯が届くようにで砂川のウーバーイーツをね頼んでおいて、ウーバーイーツなんか存在しませんけどね、あの出前ですよ出前で手配をし、そして、まあ1日寝ればなんとかなっていう予定でいるんです。というのも日曜日にすっごい楽しみな予定が入ってしまって、ちょっとねお出かけするんですよ。これもねちょっと行って帰ってきて、ちょっとどんな感じだったかっていうのは後から皆さんにねお話できたらいいなと思うんですけど、そのワクワクの予定の準備も何もしてない、どうしようどうしよう、とりあえず着る服を決めなくてはっていうね、もうシンデレラです、本当に服がない。あの前もお話ししたんですけど、私ワークマンプラスと生きていくみたいな感じでなんかね、あのもうほんと、もともとそういうファッションとかさ、なんていうの、ファッション川下原人でうほうほう言いながら生きてた人間なんですけど、で髪型もとか方向性ももうちょっとね変えてしまって、なんだろう、本当に好きなようにしていると、いざという時マジで困るなっていうのを痛感しているっていうのが今です。前に昔買った服とか何も似合わなくなっちゃってるからさ、いやどうしようと思って、もうあの私のちゃんとした服は本当に喪服しかないんじゃないかなぐらいの困ったわ。まあそういう次第でございまして、ある程度ちゃんとした服でいかないとさって思ってんのにさ、ほんと作業服とジーンズしかないみたいな、あとあの変な T シャツ変な T シャツ、労働はクソですとか書いてある変な T シャツとかねもうねダメ、そういう感じで生きていってるから、まあまあまあね、あのお洋服問題、靴どうしよう、靴スニーカーしかないんだけど、あでももう冬っぽいからブーツで行けばいいかというねことをもうぼやきながら、もうぼやいちゃう、そんな感じで言っております。なんとなく今週はね予定があって忙しいんだよなと思いつつ、ちょっとでも来週は来週であの健康診断をちゃんと入れたのでね、偉いので、偉いか、普通ですね、その当たり前ですよ、もういい年なんだからっていうことで、健康診断はね来週行かなきゃいけないので、でも楽しみなのがこう行き帰りにあのバスで行くので、その間本読めるなと思って、常に私移動ったら自分で運転がもうほぼほぼデフォルトなので、あ移動中にそういう本を読めるっていう自由時間を手に入れるっていうね、やっぱり人生で一番本読んだなっていうのは本当それこそ小学校ぐらいの頃に夢中で読んだのを除けばやっぱり通学してた時間ですね。私2時間ぐらい通学2時間かけてた時があって、だから半分本読んで、あの片道ね、片道2時間、だから半分の時間1時間ぐらい本読んで、残りはこう寝たり移動に当てるみたいな、電車に乗って揺れてるだけなんで、で必ずあのこう早い時間帯の鈍行だったので、普通列車っていう、鈍行って言わない、普通列車だったのでこう座れるということでね、いや何回か寝過ごしたりしましたけどね
あどこみたいな、もう札幌通り過ぎて小樽に向かってたっていうね、危ない危ない危ないみたいな、慌てて戻ったとかね、あのたまにありましたけど、そんな懐かしい思い出そういえばあの不意に、いや今期アニメ見るのいっぱいあるのにもかかわらず、あのデスノートをね、懐かしのデスノート見始めたんだけど、いや面白いね、やっぱね、やっぱりあの2人の組み合わせって本当、やっぱこのデスノート天才すぎるなと思って、バクマンも面白かったけどさ、デスノート本当すごいなと思って、でなんかあの なんていうの今さ YouTube とかでもそういう面白いシーンを切り取って使ったりするっていうの、だからあのライトのね計画通りっていうあの顔あのシーンみたいなのだけが一人歩きしてて、子供たちもなんかその計画通りを知ってる、えこれってあれじゃないみたいになってて、その原作を知らないけどネタだけ知ってるみたいな状態になってたので、計画通り今後なりますよっていうところまでね、やっと見ました。計画通り出るってことはもうあのライトが一回記憶失って、またキラのライトが戻ってきたっていうね、その時ですね。いやーいいね。あてか私本当に記憶が1ミリもないシーンとかあったんだけどさ、あのちょっとね分かんない方多いと思うんですけど、私こんなシーンあったかなって思って見てて、あの土砂降りの中エルが外に出てて雨に打たれてるので、ライトがそれに声をかけて、で、こう会話をするために自分も外に出て2人でびしょ濡れになり、で部屋に戻ってエルがライトの足を拭いて揉んであげるみたいな何このシーンってなって、あのえ大丈夫これ何なのこの感じってなんて一人であわあわしてたって、こんなの原作にあったっけって全く覚えてないんだけど、初めて見ました。初めて見たのかもしれない、もしかしたら、うん、記憶がなくてさ、いやびっくりしたわ、結構ええって一人でざわざわ、一人でねざわざわしてた、他の人はみんな普通に見てて面白いねみたいな感じで見てたけどね、ちょっとおばさんはざわざわしちゃいましたっていう話ですこの後がメロニアとの対決に今度移っていくっていうね、まあ、第2部のスタートみたいな感じだよね、そのデスノートで、デスノートのね、やっぱりでもエルがいいよねとはなっている。いやなんかもうブリーチも見たし、ゴールデンカムイもそうそうそう見て、やっぱりもう一回漫画読みたいよねみたいななるっていうさ、もうブリーチに至ってはなもう記憶ないからさ、ボカムをもう一回最初からちゃんと読みたいなとかさ、そういう気分にさせますね、やっぱりいいアニメが多くてね。チェンソーマン見ました、そういえば1話だけ見ました、もう衝撃でした。1話だけっていうか、あの私配信で見てるんでいつ何時やってるかっていうもう全然わかんないんですけど、とにかく1話を見て、えこれは映画ですかみたいな感じになったよね。アニメでこのクオリティと思って、まあ、のけぞったあの背景とか見た、普通さこう道路をね、道路の背景があるわけよ、ね、まあ、あの普通にね道路だなっていう程度の背景じゃないですか普通はね。なのにさすげえ枯葉とか落ちててさ、いやもうなんかあの背景のなんていうの、土砂なんか壁コンクリートの壁とかもさ、もういやなんかすごいの、とにかくもうすごいすごいとしか言いようがない、もうアニメーターさんたちの体が心配ですっていうねのが昨今のアニメだよね、ほんとすごいの、なんかこんなの見せられてていいのっていうさ気分になる。いや素晴らしいですよ本当に。やっぱなんか20年ぐらい前かな、あのアニメジャンプアニメとはやっぱりちょっと違うよね、前昔のアニメってさ漫画が動いたぐらいのね、当時もすごかったよ、すごいなって思ってたけど、漫画が動きましたぐらいのさやっぱあれだったと思うんだけど、今さその作者さんの感性とかさ、そのなんか持ってるものをちゃんと表現できてるっていうかさ、アニメ化っていうと私はなんて言うんだろうな、ちょっとやっぱ解釈入るっていうか、その味付け入っちゃう監督とかの、なんかそういうイメージがあったんだけど、どっちかっていうとその原作者さんのいいところをめちゃめちゃ引き出して、それを映像化することによってさらにこうパンチを効かせるみたいな、昨今のアニメそういう感じだなっていうのをすごい思いましたね。ちょっと熱く語っちゃったけども、まあ、そんな感じでね、あのワクワクまた今期楽しんでいきたいなと思います、ね、あのまた中身のない話でしたがお付き合いありがとうございました、本日もご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。したっけねー。
美しい世界、回り繰り返す光。